フェラーリ F60、フェラーリ F60、フェラーリ F60 は、スクーデリアフェラーリが2009年の F1、世界選手権3専用に開発した、フォーミュラ1カーで、アルドコスタが設計した。2009年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは660。F60 は、 1950年の F1 参戦開始から60年を意味する。2009年のレギュレーション改正により、空力デザインが様々な規制を受けることになった。フロントウィングとリアウィングともに2008年シーズンを走った F2008 とは全く違うデザインとなっている。フロントウィングは2段式のままで、アッパーエレメントは装着されているが、中央部分はエレメントが1枚のみに、 制限されているため、F2008 のようなノーズとの接合は見られず、翼端板に接続されているのみである。また、ノーズが前方に大きく延長され、ウィングステイもノーズから大きく、ウィングに向かって前方に突き出している。リアウィングはシンプルな2枚エレメントで、補強のためにリアクラッシャブルストラクチャーから、ステイによっても指示されている。後に、レギュレーションで制限を受けていない。 リアウィング中央部分にスリットを入れて、疑似的に3枚エレメントのウィングと同等の効果を持たせたものに交換されている。フロント周りは特にエアロダイナミクス面での制限が厳しいため、F2008 まではサイドポンツーン上端からステーを伸ばしてミラーをつけていたが、F60 ではサイドポンツーン外側にアンダーフロから垂直にステーを伸ばす形となっている。そして、 そのステーは複雑な形状を描き、ポットフィンとして、空力的に活かせるようにもなっている。サイドポンツーン全端にステーを装着するために、クラッシャブルストラクチャーを収めている部分であるインテークの車体側を除いて、円の部分が途中で一旦交代した形状となっている。その他にも小さなバージボードも装着されている。このバージボードは、厳しい規定の中で装着されているため、 従来のマシンよりも小型である。インダクションポットは大型化され、正面から見ると縦長の楕円となった。ウィングレットやチムニーといったパーツがなくなり、シャークフィンが廃止されたので、スッキリとしたリアカウルとなっている。また、情報廃棄のためのカバーも完全になくなり、エギゾーストパイプが直接外にむき出しとなっていた。この部分が違法。 ボディーワークとして扱うことのできるエギゾーストパイプは使用禁止あると他のチームから指摘されている。その指摘を受けてか、1月22日以降の無ゼロテストではパイプが短くなっている。その後、様々なタイプのエギゾーストパイプがテストされた。カーズはマニエッティ・マレリと共同開発したものが F60 に搭載されているが、当初は開発の遅れから、 開幕戦のオーストラリア GP から使用するかどうかは未定だった。結局、開幕戦からカーズを搭載することが発表された。発表当日の1月12日に、レースドライバーであるフェリペ・マッサが、ムジェロサーキットで F60 のシェイクダウンを行った。また、この車からカラーリングが2007年モナコ GP から2008年。 ブラジル GP までのダークメタリックレッドから以前の明るい赤色に近いパールレッドに変更された。ブラウン GP などが採用しているダブルデカーディフューザーを搭載し 6kg、15kg 15とも言われているほど軽量化されたシャーシを使用する改良バージョンである。イタリアバイラーノで5月1日にテストが行われ、第5戦スペイン GP から投入された。 軽量化したモノコックは、まず、マッサよりも体格が大きい未来5年のマシン、シャーシナンバー279として投入された。スペイン GP から第7戦トルコ GP までのマッサ車は、モノコックは従来と同じままにエアロダイナミクス面でのアップデートのみが施された。F60 バイトもカーズは搭載している。第8戦イギリス GP から、 マッサ車にも軽量化した F60 バイトのモノコック、シャーシナンバー277が投入された。F60 からの変更点としては、フロントウィングの翼端部分が持ち上がったことと、フロントウィング翼端板の形状変化、サイドポンツーン形状を見直し、エンジンカウルの形状変更、ダブルデッカーディフューザーの搭載が挙げられる。フロントウィング翼端板は、 ブラウン BGP001 のような二重構造となっているほか、エンジンカウル後端、フィアットとマールボロストライプ、バーコード付近に細長いエアアウトレットが設られ、エギゾーストパイプ周辺も再び形状が見直されている。このエンジンカウル後端のマールボロストライプ付近のエアアウトレットは、次戦の第6戦モナコ GP 以降は採用されていない。 サイドポンツーン後端にもエアアウトレットが設けられ、ラジエーターからの熱気などはここから排出される。第7戦トルコ GP では、リアウィング翼端板上型に切り欠きが設けられた。第8戦イギリス GP では、マシンの重量配分をより前方に移動させ、フロントタイヤにクリップを増加させることを念頭に、フロントサスペンションの形状が見直され、ホイールベースを若干短縮した。 また、軽量化したカーズも新たに投入された。第2戦マレーシア GP の金曜フリー走行では、カーズのトラブルによりライコネンのマシンのコックピット内が白煙に包まれ、ピットに戻ったライコネンは慌てて、マシンから飛び降りるという一幕があった。大雨の決勝レースでも絶縁体に浸水して、カーズが故障した。続く第3戦中国グランプリでは、 搭載を控えたが、それ以外のレースでは、シーズン最終戦まで使用され続けた。チーム代表のステファノ・ドメニカリは6月の時点で、カーズ導入が失敗だったと認め、カーズに費やした予算を、マシン開発に回していれば、結果は違っただろう、と語った。他チームがカーズの搭載を取りやめ、第8戦イギリス GP では、フェラーリ勢の2台だけとなってしまったが、マッサは、 カーズの使用を継続するだろうと述べた。F60 のパッケージは、カーズ搭載を前提にしているためであるが、2011年以降、カーズが必須の装備になることが、決定的で実践でのノウハウが必要だったためでも、ある。第12戦ベルギー GP ではライコネンが上り、勾配のケメルストレートで、カーズを有効に使って、ジャンカル・ロフィジケラ、ホースインディアを抜き、 そのままトップを守って優勝した。2009年シーズン前半、カーズを搭載するチームはのきなみッ戦士、カーズ非搭載組のブラウン GP、レッドブルが選手権をリードした。F60 は開幕参戦ノオーポイントに終わり、予選最終ラウンド、Q3 に進めないこともあった。チームはカーズの開発を継続しながら、ダブルデッカーディフューザーの導入にも追われた。 第10戦ハンガリー GP の予選では前走者からの落下物がマッサのヘルメットを直撃。マッサは頭部の負傷により残りレースを欠場することになった。大役としてミハイル・シューマッハの現役復帰が話題になるがコンディション不良により実現せず、ルカ・バドエル2戦、ジャンカル・ロフィジケラ5戦は1ポイントも獲得できなか。第11戦ベルギー GP で ライコネンが挙げた勝利で、16年連続のシーズン1勝以上という記録を保つことができたが、終盤戦はアップデートを止め、ジモデル F10 の開発に移行した。ライコネンはドライブしづらかったけれど、2008年よりは2009年のマシンの方が好きだったと述べ、でもフィジケラは2000の間に10歳も老けちゃったね。と冗談を飛ばした。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。